魚釣りでさ、あのサタ方面ってよく行くんだけど、この釣り橋って看板まで出てたじゃん、国道沿いにさ。で、まあ気になってた。行ってみたいですね。そうそうそう。なるほど。行ってみたいシリーズ。行ってみたいシリーズより気になってたシリーズに行ってみよう。うん、そんな無理です。もうちょっと事前に、少しはこう、さあ、うん、ネットで見たりすればいいけどね。ね、まあ、またそれがじゃあ面白いところかな。ああ、そっか。じゃあ行ってみよう。海の綺麗。五分。うん。あ、またありました。右だよ。届けてきませんかって。何？ねえ、ほら、こういうことになるでしょ。残念。ということで引き返します。ああ。行きたかったな。小川違いじゃないのこれ。あ、小川のせせらぎとかの小川の方じゃなくて。あ、それだった。あ、本当だ。まだほら、700m だって。まだ。まだ早いの。違ったね。あー、すごいね。なんか食べ物屋さんとかができたって言ってたよね。あー、そうなんだ。うん、すげえ。本当に観光じゃん。ここでいい？うん。よし。行きましょうか。行きましょう。ちょっとおしゃれなカフェが、うん、あ、上でも食べられるんだ。上に行けるんだね。あ、ここの屋根の上。プラス入り口って書いてある。本当だね。小川の滝へようこそ。おい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 。おいおい。観光してた。ただの観光じゃん。ね、普通行く。一人で行くことする普通。自分は初めて来てるからさ。どんな人？もう早く見たくて仕方がないでしょ。そう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 。現在地はどこですか？現在地はここですね、うん、今ね、うんうん、こっから20分ぐらい歩くんだって、うん、こうだね、はい、ここまで20分、はい、途中見どころハートの石とかあるんだってよ。あらほら、カップルの人たちにはおすすめだね、うん、釣り橋、うん、よし。あ、ここもあるんだ、こういうの、ね、行くよ。ちょっと待って、その前にトイレ。あ、ここも写してて、英語で書いてあるから。呼んでいい？竹壺まで、ここに行くの。ここに鳥たちのさえずりが。それがすごく綺麗だった。うん。だって建物自体もまだ綺麗だからね。ああ、先まで1200メートルですね。こっから最高。あ、本当だ。いい感じだな。アップダウンが結構アップダウンがありますよって言ってたけどね。うん、常に登ってるね。うん、ひんやりする。結構寒いな。寒い。よかった、本当来て来て。寒くな。うん、ちょっと寒い。寒いでしょう、うん。あ、綺麗だよ、ほら。本当だ。見えてきだした。これ、寝防空壕。わ、すごい。なんか出てきそうだね。鬼仏寺無惨がいるんじゃない。
きにもあるね。本当だ。曲がってんのかな、中と中で。気持ちのいいなんか空気だね。うん。20分ででも結構長いな。うん、長い。歩くでは。結構歩くよ。でもこれ観光にはいいかもね。ねえ、こんなとこだと思ってなかったからなんかすごい感動だ。うん、今とかちょうどいいよ。だからよ、誰もいない。人がいないし。うん。滝見遊歩道。うん。滝見遊歩道。マイナスイオン出まくりだよ。この水は飲めば冷たいかな。あったかいな。あ、いや冷たいよ。ちょっと冷たい。普通にめっちゃ冷たいわけじゃないけど、普通に冷たい。あ、すごいね。あの、上司の時多分ここから先行けない。あー、そうかもね。へー、すごいね。なんかほんと違うね、ここだけ別世界なんだけど。そしていい感じが晴れてきた。だからだから最高やんけ。わー、最高やんけとかって言ったらもん、最高じゃん。わー、見て、わー、すごい、なんかすごいね、うん、これわかるかな、画面越しでこの凄さが。壮大すぎやろ。うわ、そして見てください。はい、何こちらの竹林。ほんとだね。見て見て見てね。ちょっとちょっと見て見て見てが多すぎる。すごい透明度、すごいね。下降りれるんだよね。ちょっと行っていい、うん、滑らないようにしないとね。あ、本当にめっちゃ綺麗だよ。住んでる。うわー、いい感じに本当に日差しが出てきだしたよ。すげー。うん、これは癒される。いや、ここ人気出るの分かる。分かるよね。分かる。やばすぎる。なんかあまり向こうに行くとさ、うん、結構この岩に苔がさ、うんうん、ついてるから苔るよ。さあ行こう。木漏れ日がすごいねえ、うん、本当によ。ちなみにスマホ圏外で。あ、そうなの、うん、はい、あと滝まで 400m。 立ち止まりながらね歩いてるから、時間にしたらどんぐらいだろうね。すごい、これ絶対来た方がいいわねえ、うん、すごくいいよ。いい運動になるし。そうそうそう、アップダウンがすごい、うん、ナイスタイミングで晴れたしね。うん、本当だからねえ。だって、だよ、車から降りた途端に青空が見えてきだしたの、うん、本当にこれ車の中ではさ、今日晴れの予報だったよねって話しながら来てたんだもんね、うん、メインのカメラ用でさ、うん、マイク買ったじゃん、うん、
まあ、まだあの使ってないんだけど撮影では、うんうん、ドリキンさんが同じもの買ってた。そうなの、うん、レビューしてた。まだ出してない。多分次ので出してくれると思うんだ。ああそうなの、うん、へえ。すごい楽しみだね、うん、それまだあんまり使ってる人いなくてさ、うん、あの前と後ろのね音声を取れるの。なんかカメラの向こう側で喋っててもその人の声も拾ってくれるわけよ、うん、なんかすごくいいと思うよ。あそうなんだ、うん、2人で撮影する人にはもう持ってこいのマイク。あーだよね、うん、そうかもそうかも。でも まだ使えてない。カメラが修理中だからさ。そう、帰ってきてから使おう。なんですよ、なかなか原因がまだね、うん、分からなくって。今も2週間経つかな。2週間だ ね丸2週間。まあ、でも GoPro もさ、なんか改めてその GoPro の凄さがなんか分かるよね。うん、そうそう、これはこれでいいかなみたいなね、うん、まあ、GoPro Hero 7から9に変えたんだけど、うん、正解だった気がする。そうだね、こうやってね、前の画面でもチェックできるし、うん、これは強いよね、やっぱね。強いでしょう。かなり渋ってたよね。はい、変えるのかなり渋ってた人で、今ね、すごい大満足してる。まあ、そういうもんでしょ。なんか新しいことを始めるにはすごく抵抗のある人。うるさい。もういつも抵抗がある人で、こう新しいのをやり始めて、これおいいねって言う人だよね。でもだいぶ私これでも変わったでしょ。ついてきて。だいぶ柔軟になったよ私。もっとついてきて。ここだって。何が？ここ登っていってくださいって。今の状態で？うん、これで。これ足回るじゃん、完全。ああ、本当だね。うん。あ、工事の人たちこっちを歩いていったけど、うん、俺の観光客はこっち。そうそうそう。ああひどいね、なんかね、扱いが。いや、いいよな、アトラクションみたいな。じゃあどうぞ。どうぞどうぞ。なんでそっちなの？ねえ、なんでそっちなの？これ工事関係者だから。お、着いたぞ。うわっ、すっげえ、すごい。え、これって下に降りれないの、もしかして。わー、すごいね。すごい、これわからないかな。ちょっとなんかすごいね。うん、とんでもないロケーションだよ。展望台の上の方に行ってみますね。で見るとまだすごいんだけどね。これすごいね、うん、いや、あの鳥かわいい。あそこに庭いるけどさ、めっちゃかわいいよ、うん、あれカモ、カモではないよね。カモじゃないよ、カモじゃない、カモ。違うかも。もういいって、もういいって。一回スルーしたでしょ、私。スルーした。空気読めって。でも多分前はね、これ降りれてたはずだよ。うん、だってここなんか泳いでるしなかった。うん、だったよ。今もう降りれないんだね。うん、足跡あるけどね、あそこに。え、降りれんのかな。これは写真では伝わらないな。うん、伝わらない。あれ湧き水だよね、すごい。だって私もさ、いつもアイコンとかではさ、うん、見てたけど、うん、こんなすごいって思わないもんね、うん、写真からやっぱこのすごさは伝わってこないかも、うん、水が出るの分かる、